春ら山、春ら山、春ら山、カンナ山、韓国語、ハリサンマウンテンは、韓国の最終島にある山。標高1950メートルであり、韓国の最高峰。春ら山は、一帯が、国立公園に、指定、1970年3月24日、されており、また、韓国の天然記念物、第182号として、天然保護区域となっている。 2007年6月27日には、最終の火山島と溶岩洞窟群の主要部分として、ユネスコの世界遺産にも登録された。初夏の限界ツ,ツジや、温ツ,ツジが咲く時期は、中腹がピンクの花で覆われ、また、秋の紅葉も美しいため、多くの登山客が訪れる。海抜船から1500メートルの地帯は、タンナザサなどのササ類が多く茂り、朝鮮調べ、も多い。 2002年には国際連合が定めた国際山学年を記念し、山林町は百大名山を選定、この中に春ら山も名を連ねることとなった。かつては鎌岳、鎌オルム、丸山、ボン山、鎮山、鎮山,山、千山、孫山,山,山、東武岳、トゥムオルム、浮田山、プラ山、永州山、四樹山、穴持峰、ヒョルマンボンなど様々な名称で呼ばれた。 なお、北朝鮮の文化語において、春ら山はと表記されるが、発音は南と同じく春ら山である。金剛山、クムガン山、チリ山、チリ山,山と合わせて三上山とも称される。プレートが衝突して沈み込むことで、マグマが生まれ、火山が形成される。日本列島と異なり、安定した大地の韓国には火山が少ない。最終島は、 全体が第四期の縦状火山であり、春ら山はその最高峰である。島には約360個の川火山が形成されており、地元ではこれをオルムと呼んでいる。歴史時代の活動としては、1 0 2年、1 0年、7年、1440年、1570年が報告されている。春ら山の頂上河口には、白タ丹、ペンロクタムと呼ばれる池がある。 2012年10月現在、山体保護のため、あずまの一部を除いて、頂上部への立ち入りは禁止されている。また、西北壁、南壁への立ち入りも禁止されている。従来入山料が徴収されていたが、世界遺産登録後無料となった。整備されている、登山路、田んぼう路とも呼ばれているは5つあり、観音寺登山路、白板岳登山路の2つは、 河口脇の東両頂上まで行くことができ、互いに通じている。なお、この東両頂上の標高は約1920メートルで春ら山の最高地点ではない。最高地点の三角点は西両にあるが、現在一般登山者の立ち入りは禁止されている。残りの売木登山路、霊質登山路はこれより短く、トンネコ登山路はソギポシ川から登れ、 互いに通じているが、いずれも西北壁、南壁が通行禁止のため、海抜約1700メートル地点までしか登ることができない。また、夜間登山並びに、山中での野営等は禁じられており、日没前に完全下山完了できるように、季節により時間が異なるが、途中の退避所で12時前後になるとそれ以上登れず、東ず両頂上で14時前後になると下山が、 求められる。また、下記の使用も禁じられている。登山道や案内板が大変よく整備され、退避所もあるため、軽装で登る観光客も多いが、急な気象変化に備えて、ある程度の装備はすることが望ましい。特に11月から4月は、山頂部で氷雪に合うから、愛禅が筆景となる。 証拠写真を登山口にある国立公園事務所に持って行ってみせると、線をオンで公式登庁証明書を発行してくれる。白板だけ、ソンノルオルム登山路は東から東両頂上へ向かうコース。距離 9.6km、上りコースタイム4時間半。コース途中に往復40分のサラオルム展望台があり、加工湖と最終島の南部が眺望できる。 登山口まで路線バスが利用しやすく、傾斜が緩く、板階段などが整備されたコースであるが、長丁場なので、歩き切るには忍耐力が必要。入り口に、食堂、途中に、水場、カップ麺や飲み物を扱う売店もあるため、最も多くの登山客が利用する。最終市街、バスターミナルから5.16中分高速河川、ソギポ市街、 バスターミナル行きバスで約30分の白板だけ下車すぐが登山口。観音寺、クアヌムサ、登山路は北から東両頂上へ向かうコース。このルートは日本植民地時代の登山路であった。登山者は白板だけ登山路と比べると比較的少ない。傾斜がきつく、急な石段や木製階段が続く箇所が多いが、トレールはよく整備されていて歩きやすい。 距離8 7キロメートル、上りコースタイム5時間。途中で、丹羅渓谷を渡った後、見通しの効かない尾根をひたすら登るところがつらい。尾根を登り切った、標高約1 5 0 0ル地点に三角本、悲願小屋が立つ。そこからは、北壁の優壮な景色を眺めながらの登りとなり、静かでダイナミックな登山を楽しめる。登山口までのバスは、第2、 第3土曜日と日曜日にのみ、明道岸から東門、市長などを経由する最終市内バス1号路線が経由して運行される。市内中心部から 17km ほどなので、タクシー利用もしやすく、下山客待ちのタクシーも常駐している。ただし、メーターは使わない。値段を交渉の必要があり、最終市内まで1万5千ウォン程度。また、 1117道路を50分間ほど歩けば、白板竹コースと同じ5.16中分、高速河川のバス、最終医療院、または山川段バス停も利用できる。登山口に、キャンプ場、コンビニあり。折木、登山路は、北西から上見竹、うっせおるむ、山小屋、海抜1700メートル地点を経て、南壁分岐点までのコース。 南壁は通行禁止のため頂上には行けず、冷室登山路、トンネコ登山路と接続。距離6 8トル、上りコースタイム3時間。佐治オカまで急な坂を上った後、両線をたどるコースのため、春羅山の眺望は良い。登山口までのバスは、最終市街、バスターミナルから1100道路線中分、サゴリ行きバスで、折り目まで約30分。 登山口の折木広場は、片道30分強で登れ、春ら山を眺望できる五条星竹、オスンセンオルム。標高線169メートルへの登山路、1.3キロメートル入り口にもなっているため、観光バスのツアーで訪れる観光客も多い。冷室、四汁、登山路は、西南からウィッセオルム山小屋を経て、南北分岐点までのコースで、頂上には行けず、 折目登山路、トンネコ登山路と接続。距離 8.2km、上りコースタイム3時間10分。折目登山路と同じ1100道路中分、サゴリ行きバスを利用する場合は、霊室入り口、4種類複、バス停から登山事務所までさらに1時間弱かかが、タクシー等の場合、登山事務所より、先の駐車場まで入っていけるので、 距離5 8トル、コースタイム2時間30分に短縮できる。500ラカンと呼ばれる崖の景観が良い。トンネコ、登山路は、東南から南北分岐点までのコースで、頂上には行けず、折木登山路、霊室登山路と接続。2009年12月まで、約15年間閉鎖されていた。距離7 0トル、上りコースタイム3時間30分。 さらに 2.1km、1時間で、ウィッセオルム産後屋まで行ける。5.16道路線バスを使う場合は、南西橋、南無祖または、ソニポ産業科学高等学校バス停からさらに1時間ほど、余計にかかる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。